皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のしゅうです。あさです。よろしくお願いします。今回の動画はですね、はい、ルナシー総テンダーについてお話をさせていただきます。はい、こちらもリクエストの曲となっております。そうですね、はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらクロスの最後の曲ということで、そうですね、11曲目に入ってますね。11曲目ですね、はい。イノランが作曲ですね。はい、まあね、この曲はね、はい、まあ、イントロからこう軽やかなリズム感、ああまあまあそうですね、じゃないですか。そうですね、確かに。まあこう A メロ、A メロ、はい、入る直前にこうまずバイオリンがね、はい、ああそうですね、一瞬入ったりとかね、入りますね。あ、確かに。まあこのアコギとね、この耳からこのなんつうの、イノランの音がこう、あ、アルペジオ、ね、聞こえてくるのが落ち着くんですよ。うん、そうですね、まあ、なんかこうしっとりした感じですね。そうなんですよ、大人な雰囲気の、大人ですよこれは。うん、そうそう、曲ですよね。そうですね、まあ、サビですね、うん。まあ、私はこの龍一さんのこの歌い方というか、はい、あ、ビブラートがもうガンガンに乗っかって、あんたーいいがね、あー、分かる分かる、そう、めっちゃすげえなっていう、こうあ行の伸ばし具合とかすごいよね。そう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 、うん、すごいっすよ、すごいよね、聞いてんなーと思いましたね。そう、よりこう今の龍一さんの声に合ってるから、ね、あ、合ってるわ、うん、あ、歌の感じ、ね、合ってる合ってる、そうそう、合ってる、渋さが出るんだよねやっぱね。こういう、そうなんですよね、そうそう、やっぱ曲だとさ、うんうん、なんかよりこう年齢を重ねた大人な、そう、雰囲気だから、うん、そうそう、よりなんかこう昔よりかは今の方がやっぱこういう曲は映えるんじゃないかなと。確かにそうかもしれない、思いましたよね、うんうん、そうそう。で、まあ、あとまあイノランはアルペジオですね、やっぱりイントロとほとんど変わんないフレーズでしたね、うんうん、そうそうそう。でこれ1サビ、あ、はい、終了の時にさ、はい、ここでやっと J が、はい、登場しますよね。登場しますね、スライドかな、スライドブーンと入ってくるんだけども、それまではちょっとやっぱりしっとりした感じが続くんで、そうですね、うん、まだ出てきてないよね、確かね。で、まあ、2A メロで、はいはい、まああの、うん、水蔵のやっぱあのキュアーンっていうのバイオリンかな、そう、うん、あの何度も振り返ったっていうところの後じゃないですか、はいはいはい、そうですね、うん、そうそうそう、激しめなこう感情が出てるバイオリンがね、うわーってこうまた擦りつけるような、そう、バイオリン、ね、そう、もうこれ明らかにこう 1A メロとは違いますから、違います、ね、このバイオリンの雰囲気は、そうそう、バイオリンの雰囲気はね、そう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 、感想ですかね、そうそう、あ、感想ね、はい、あのね、これドラムのリズム変わるでしょ、ああそうだ、ロールになるんですよね、ああ、そう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 、タカタカタンタカタカタンタカタカラタタタタン、そう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 、それがもうずっと最後まで続くんです、ほぼそうです、ね、ほぼ最後まで続くんで、はい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 、この曲の展開は面白いなと思って面白いですね、こういうドラムになっちゃうんだっていう、ね、そう、なんかやっぱ深夜の引き出しの広さが、そう、ここ引き出しの大阪か、うん、がやっぱ出てるなっていうのは、ね、これ珍しい感じですよね。うん、そうっすね。ずっとタカタカタンタカタカタカタンタカタカタっつって。そう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 。このドラムのパターンはね、スネアでね。ね。そうそうそう。感じですよね。そう。でギターソロもないですよね。ないっすね。うん、なんか杉蔵はもうなんかここら辺からもうずっとバイオリンじゃないですか。バイオリンだね。多分エレキ弾いてなかった気がするんで。そうだよね、うん。もうずっとバイオリン弾いてて。そう。そう。リノラン。アコギはどっちが弾いてるのかな、イノランはアルペジオだけど、あ、そう、アコギはまあレコーディングの時はあ、レコーディングね、そう、杉蔵なんかちょっと分かんないけど、そう、とにかく杉蔵ここからバイオリンです、ね、バイオリンです、うん、そう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 、でこれ他にはあれですよ、あの、うん、なんかトライアングルみたいな音、あ、なんか入ってましたね、入ってるよね、入ってますね、うん、それとバイオリンがかなり目立つな、目立ちますね、うん、感じですよね、そうですね、うん、でこのまあドラムのパターン変わってから、そう、そう、まあ、吐息とってところ、あ、そう、吐息とね、はいはい、うん、そこで軽くコーラス入りますからね、そう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 、後からこうね、そう、そう、そうそう、でその後の、君のぬく、あ、違うな、君のぬくもり、ぬくもり途切れ、そう、そこでまたその河村さんのコーラスがちょっと強くなってきて、うん、でルイスさんとそう、ね、フルで合わさってこう終盤を迎えるわけです、はい、そうですね、はい、じゃあまあ詩についてね、はい、歌詞ちょっと私はね、はい、まあ、さっきしゅうさんも言ってましたけど、はい、まあ、その雨ですねっていう言葉も、うん、まあ、そうなんですけど、まあ、タイトルが総テンダーですから、はい、まあ、日本語だと何ですか、なんかとても優しいとか、まあ、そうそうそう、とても柔らかいとか、うん、そういう感じになるんですかね、そうですね、うん、で詩の内容が結構このなんか別れのような
分からないような感じが出てんじゃないですか。あ、まあまあまあそうっすね。確かに、あの1サビなんかでもさ、うん、確かな居場所、ぬくもり冷めていったとかね、うん、2A だとさ、うん、別々の道を歩いたとかね、あ、何度も振り返ったとかね、はいはいはい、で 2B だとこうぽっかり空いた離れ離れの空とかですよ。あ、そうっすね。で2サビで確かな思いを、あ、確かな言葉、はい、思いを伝えたかったとか、はい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 、であと終盤の、君のぬくもり途切れそうになっても、うん、君が残した声は話しやしない。あ、だから別れだっすね。クーって感じ。そうだね、これ別れの曲だ、ね、でしょ。確かに言われればそうだ、ね、なんかね、そういうの見るとね、うんうん、やっぱりこの冷たい、やっぱ雨に打たれてる感じだから、うん、そうっすね、確かにそうだわ。うなんか一緒のこう時間をね、うん、共にしたことはまあ忘れないし、うん、なんかしっかり覚えておくよみたいな、うんうんうん、そう、君が残した声は話しやしないみたいなとこなんでさ、うん、あ、確かにそうっすね。そう、うん、そうだわ。でラストにその冷たい雨に打たれていたり、ぶって消えるわけですから、そうっすね、まあ、ここであれですよ、うん、まあ、その 1A の詩の一番最初にもね、はい、同じようにあるんですよ。一発目入りが冷たい雨に打たれていたで始まるじゃないですか。はい、始まりますね、うん、そことあえてここでこの最後を同じにしてね、ああ、まあまあ始まりと終わりをね、そう、歌詞をね、そうなんですよ、はいはい、でアコギでデルレルって締めてパッて終わるっていう、はいはいはい、ところが憎いね。憎いですね、確かに。素晴らしい、素晴らしいあれです、ね、いや非常に素晴らしいんですよこれ、うん、なるほどね。君が残した声忘れないよなんてさ、そんなことをずっと考えてたらさ、気がついてたら雨に打たれてたなんてすげえよな。龍一さんワールドですね。龍一さんのワールドですよ、かっこいいな。いや、確かにね、そうですね。まあ、そんだけ思うような人がいたら、まあ、幸せだなと思うけどな。幸せですよ、うん、羨ましいわ。そんなこと思ったことあるか。ないかな。ねえかな。俺毎回そうだよ、嘘ばっかつかないから。大嘘つきじゃないですか。俺振られたら毎回雨に打たれるんだから。絶対嘘だよ。毎回よ。絶対嘘だよ。そんなことないよ。それシャワーじゃないですか。それ風呂場シャワーでしょ。風呂か。風呂かな。そう、風呂場バレた。バレ、そう、バレバレっすよ。それで冷たい雨とか言わないでください。かっこつきすぎでしょ。しかも冬だとお湯だしね。うわ、冬だとお湯ですね。そうそう、寒くてね。もう冷たい水にしとけよ。そうそう。風邪ひくわ、みたいな。うん、なるほどね。素晴らしい解説だわ、これは。で、まあ、ちょっとね、あの、感じ方としてはね、はい、まあ、その感想の部分、はい、そのトライアングルみたいな音入ってるって言ったじゃないですか。ああ、はいはい、ちょっと静止な音は分かんないですけども、はい、そこがね若干ちょっとなんかクリスマスの時期にね、はい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 、聞いても、まあ、おかしくない音、まあ、おかしくないって言い方ちょっと変ですけど、うん、合ってるところでもあるのかなと、うん、あ、ちょっとそのテイストが入ってるかなっていう、ね、でテンポもそんなほらなんかすごい暗い曲じゃないし、あ、そうです ね、なんか軽やかな、シアさんのドラムのあの、うん、タカタカタみたいなのが結構多いじゃない、ね、うんうん、なんか重くもなく、そう、そうそうそう、かといって軽すぎもせず、そうなんだよ、うん、だからちょっとまあそのトライアングルみたいな音がね、うん、まあちょうどこの時期、うん、まああってなくもないかな、うん、クリスマスの時期に。そうですよ、でも別れちゃうんですよこれ。別れたんですけど、あ、そっか、不謹慎だな俺。不謹慎じゃないですか、うん、まあでもありかなっていう、ね、そうだね、じゃあまあちょっとクリスマスにちょっとまあ失恋してしまった場合は、うん、あ、そうですね、雨に打たれてくれっていうことですかね、うん、失恋ソングだったらもうぴったりですね。ぴったりですね、確かに。そうですね、素晴らしい。どうですか12月24、25週さんこの曲でちょっと、あ、ね、そっか。でもね俺ねリアルにねクリスマスの手前ぐらいでね、うん、振られた経験があるからね、あんまり思い出してないですね。あれ。ちょっと、うん、ちょっと傷を、そうっすね、私はえぐっちゃいました、えぐっちゃいましたかね。そうっすね、あったな、懐かしいな。俺 今パッと思い出しましたよ。あ、そうなの。俺10代18区の時にね、ああクリスマス2週間前ぐらいにね振られましてね。あ、2週間か。でもそう、いや2週間でもはっきり言ってその10代ってやっぱクリスマスってなんかほら彼女と過ごすのがなんかもう全てというか、まあ、10代はまあなんですかね、まあ、クリスマス、まあ、街中はね、そう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 、そういうなんか
で電飾で溢れてますしね。まあまあそうですね。気にはなる年かな。いやもう今の年だったら、まあ、ぶっちゃけどうでもいいですけど。どうでもいいです、ね、どうでもいいですけど、はい、やっぱ10代20代のクリスマスは大事だから大事なんだな。大事じゃないですか。だからその時にちょっと振られてたっていうのがあるからまあお前空気読めやと思いましたけどね、俺正直空気読めよみたいなそう、別れ話するんだったらその後にしてくれって思いましたからね、本当に。あ、その時ね。その時はね、そうそう、空気読めねえなって思いましたけどそう、何の話これまあそんなね、そんなね、周さんの失恋があったという話でした ね、 あったという話ですね、はい、はい、そんな感じです。まあそんだけちょっと、まあ、しっとりも感じられる、そうですね、うん、確かに、ね、ということですね。うん、ヌドランありがとうございますっていうね感じ。あ、そうか、ヌドラン曲だもんね。そうだね。うん。AC ラジオでは皆様からのご意見ご感想、またルナシー曲でリクエストございましたらどしどしコメントお待ちしております。またツイッターもやっておりますのでよろしければフォローお願いいたします。では今回はこのあたりで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。